こんにち、こんにちは。質疑消防の松本と申します。今回は、質的言語研究を考えようという本をこの10月に刊行しまして、せっかく刊行したというタイミングですので、簡単にですね、この本に関わった遍路の先生と李先生に、簡単なといいますか、紹介の、プレゼンをしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。はい。最初にですね、どういうわけでこの本を今回出したのか、作ったのかっていうことを話していただきたいと思うんですけれども、どうしましょうか。中山先生、あるいは、中山先生、どちらからでもいいんですけども、お願いしたいと思います。中山さん、どうぞ。この本をなぜ作ったのかっていうのは初めにを見ていただけるとよくわかるんですけれども、2015年に私たちが集まった時に、なんか最近質的研究流行ってるよね、でもなんか私たちが知ってる質的研究とちょっと違うんじゃないのっていうような気がして、それで自分たちの立場を明確にしたいっていうこともあり、この本を書かせていただきました。はい。なんかその時の状況のこと、中井さん覚えてますか？その時の状況、JAL との学会ですよね。そうです、そうです。SIGU が神戸市外大であって、そうそう、突然3人、会った時に お昼か休憩の時にそういう話をしていて、でもこれはちょっと私たちの考えをまとめて何か出さなきゃねっていうことになったっていうのはめちゃくちゃ覚えています。はい。でその時やっぱ気になってたのが、その質的研究のこういう手順があってそれをやっていけばいいんだっていうのとか、あとなんかライフストーリーとかその辺のこうなんか流行りみたいなのがあって、うん、で私はこれをライフストーリーでやりたいんですけどって、こう方法論から入ってくる人たちっていうのが結構学部生の人たちとか院生の人たちにもそういうのをちょっと声を聞いていたので、なんかそうじゃないでしょっていう、なんか出発点からもう一回考えなくちゃいく方がいいかなっていうのがあったのかな、そういう感じを話し合ってたと思います。そうですよね。なんかお作法になってしまうのはちょっともったいないなっていう気がしていて、質的研究ってさっきもちょっと中井さんとも電話で話してたんですけど、すごく幅の広い研究手法を一つの質的って呼んでるので、お作法的な質的研究があってもいいのかもしれないけど、それは私たちがやってきたものではないし、で、それを見せられて評価してくれって言われてもちょっと私たちにはちょっと困るよねっていう話があって、一度こういう私たちの研究っていうのをリフレクシビティっていうキータームでまとめてみたらどうだろうかっていうので作ってみたっていうふうに考えていいのかな。はい。そうしますと単なる入門書とかいうことよりは、この本 の署名でも考えようって書いてあるわけなんですけども、なんていうんですか、ちょっとはなんていうんですか、普通考える入門とはちょっとなんか違うようなことを目指しなんてもあのあの目的とするっていう感じがあったということですかね。そうですね。なんか研究手法をこれをこうして、その次にこれをして、でそのそれぞれに気にしなきゃいけないことはここにあるんだよっていうことも書いてはいるんですよね。私たちはそこも書いてるんだけど、やっぱりそれを選ぶためにはそういう研究手法の背景にある思想っていうか、まなみさんの言葉で言うとパラダイムですけど、パラダイムっていうのを一度自分の中で考えてもらった方がいいんじゃないっていうところがあった。だから読者としては入門の人も読んでいただいても多分役に立つだろうし、ある程度一度やったとかやろうと思ってるとかいう人が読んでいただいても発見してもらうところはあるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。
それで言うと、質的研究って、例えば心理学とか、いろんな分野で質的研究って、まあ、言われるという、なんかいろいろ質問になっちゃったんですけど、ですけども、言語研究において質的研究っていうのが、なんか他と違うところってありますか？どうでしょうね。それは李先生にちょっとお話しいただいてもよろしいですか？はい、じゃあ。ありがとうございます。私たち九州で日本語教育の、研修会っていうのは、文化会だったっけ、日本語教育学会の文化会、九州で行われましたよね。中江さん、それは何年でしたっけ？沖縄か。沖縄ですよね。あ、沖縄、沖縄、沖縄。ごめんなさい。2019年かな。19年、はい、19年だったんで、やっぱその、まあ、言語教育でいうと、やっぱ人間を扱う研究分野なんですよね。これまでの、言語学的な、まあ、考え方、研究手法では理解できない、理解しがたいところがたくさんあるので、でやっぱりその質的研究だと、例えばナラティブとか、なんだっけ、エスノグラフィーとか、でそういうことでないと、やっぱり理解できないところ、見えないところがたくさんあって、でそれをだから、特に今の時代ではですね、人間がますます複雑になってきてるし、なんか世界も、ね、複雑になってきてるから、その何、ね、物事の裏にはいろんな要素が絡んでいてですね、でそれを丸ごとに捉えて理解するっていうのが言語教育でも質的研究がやっぱり大事じゃないかっていうのが私が思ったんですね。はい、ありがとうございます。いかがですか？ごめんなさい。そうですね。まず、そういうことで言うと、例えば質的心理研究とか質的社会研究ってがあったとして、それと別になんと変わるわけじゃないっていう感じですか？それともやっぱり言語教育であるから上の何ていうの、その特徴っていうのはあると考えた方がいいのか。なんかリフレクシブ、すいません、喋っていいですか？ごめんなさい。っていうのを中山さんもさっき言ってたと思うんですけど、この教師であって研究者であってっていう立場で、その自分が自分のことを振り返らなきゃいけないっていうのが、これの大きなテーマだと思うんですけど、やっぱ人の成長っていうか変化っていうか変容っていうか、そういうものに関わるのが、まあ、それを起こすのが言語教育で、それに関わってるのが教師であって、そのなんていうんですかね、教師の関わり方とか、その教師自身の存在っていうのが、その学習者の人たちの変容に大きな影響を与えている以上、教師自身の存在にも目を向けなきゃ、どうしても教育の、まあ、改善っていうんですかね、より良くしていくってことにつながっていかないと思うので、まあ、そういう意味ではリフレクシブにやっていく必要があって、でそれを研究として叶えることができるのが質的研究なのかなというふうに思います。で大丈夫ですか？そうですよね。言語教育、その言語学とか言語教育学っていうところでポイントを絞るのであれば、やっぱり心理学とかとは違うのが、やっぱり教育っていうのがひっついてるっていうことと、やっぱり言語を使う人っていうところがひっついてる、このやっぱりこの両方 この言語っていうのと教育っていうのと両方合わさったところに言語教育っていう研究分野があって、その中でだからこそリフレクシブに言語教育言語教育学研究をする、質的研究をする意味っていうのが、やっぱり今中井さんがおっしゃってくれたように教師っていうポイントもあるだろうし、自分自身を振り返るっていうポイントもあると思うんですけれども、そこがやっぱり李先生が言ってた本質っていうところじゃないかな、原点っていうところじゃないかなと思うんですけど、それが特徴かなと私は思ってます。ありがとうございます。はいはい、そうしましたら李先生も今回ご登壇いただいてますので、今回この本にご執筆していただいて、まあ、どんなことを感じられたかということをちょっと話していただければと思うんですけど。
え、私にですか。はい。あの、何、感想ですか。そうですね、はい。ああ、そうですか。ですね、まあ、すいません、さっきの話の続きでいいですか。はい、ごめんなさい。はい、いいです。はい、なぜ、要するに言語教育の質的研究と普通の言語質的研究の違うところなんですけど、ちょっと思いついたのが、やっぱりその、まあ、教育っていうのはやっぱり学生であったり教師であったり成長、学びと成長を目指しているんですよね。まあ、教師であっても教師教育、例えば教師教育やっている、まあ、昔のパラダイムだと、やっぱりその知識とかを、技能とかいっぱい教えて、で教師が、まあ、いい教師になっていくとかいうような考え方、パラダイムだったんですけれども、やっぱり私たちも、ね、ずっと、教育現場で教師をしてきて、その専門家によるその、まあ、知識とか、そういうものが本当にどれくらい役に立つかということを考えると、その自分が経験したこと、例えば現場で経験した、まあ摩擦とか、まあ、出来事とか、それをね、そのリフレクティブ的に書き直したりね、考えたり内省をしたりして、初めてその本当 の学びというか、まあ、自分で気づきというか、気づいたところが結構あるし、まあ、学生の勉強学びというのもそうでしょうし、そもそもその言語教育というのは、まあ、学生の理解という人間の理解というものが中心だし、こういう意味では普通の心理学、まあ、心理学とか社会学との違うところは、やっぱりその学びのプロセスというか、その、うん、まあ人間を育てるとか、まあ、自分を育てる、教師ならば自分を育てるとか、まあ、学生に対してならば学生を育てるということは一体どういうことなのかを、まあ、その理解も兼ねて深まることが大事じゃないかっていうのが、おそらくその、まあ、社会学とか心理学とかとはちょっと違うところじゃないかと思いますね。やっぱり教育との結びつきが、そもそもその原始的言語教育 の面での質的研究の重要さということじゃないかと思いますね。うん、はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、まあ、最後の方に向かうっていうかなんですけども、まあ、この本出して、まあ、今結構なんていうんですか、その注目されている本だったかと思うので、まあ、いろんな人が、まあ、これから読んでくれていると思いますし、まあ、これから読者を、まあ、増やしていきたいということでなんですけども、まあ、この本を出したきっかけというか、まあ、その、なんていうの、その影響といいますか、今後どういうふうに、まあ、その言語教育っていうのがなっていってほしいかというか、いうことをちょっと話していただければと思います。お願いします。うん、難しい。難しい質問ですね。はい、今後言語教育学がどうなっていってほしいかっていうことですか。ですね、私たち的にはどうですかね。そうですね、こう質的研究っていうのが一過性の流行り、流行、研究方法の流行っていうことではなくて、質的研究を使って学習者をよりよく理解できる人とか、自分自身が、成長できたなって思う研究者が増えてくれたらいいなと、研究者だけではなくて、まあ、読者の人々が増えてくれたらいいなっていうのが私の、方向かなっていうのは、ね、願いかなっていう感じですけど、だから言語教育学がどうなってほしいということはちょっと違うかもしれませんけど、はい、うん、はい、
ですね。やっぱさっきもね、言ったんですけど、教育に関わっている教師自身が、言語教育の研究の中であまり見えないっていうのか、なんていうんですかね、学習者の話とか結構出てくるんですけど、じゃあそれに対峙している教師はどうなんだ、どんな人なんだっていうのがあまり見えないことが多い気がするんですね。でそれをやっぱり、なんていうんですか、別に教師も普通の人間ですし、そのどういう思いで、どういう考えで、どういう人間で、こういう人がその学生さんと対峙しているんだっていう、そこをもやっぱこうつまびらかにしていかないと、教育そのものがなんかある意味実験室で行われているようなものであるっていうのがずっと変わっていかないだろうし、それだとそのやっぱ教師の権力性みたいなところにも気づきが得られないってなってくると、やっぱ今流行りの多文化共生っていうのも所詮はねそのマジョリティの方にこう近づけていくような、まあ、結局同化させるような形でしか動いていかないっていう結果を生み出していくっていうようにちょっと思ってるので、なんかこの指摘研究でリフレクシブにやっていくっていう、まあ、もちろんね、出せること出せないこといろいろあると思うんですけど、やっぱ自分のことも振り返って、自分がどういう人なのかっていう、教師なのかっていうのを考えていってもらえるような人がたくさんいるような教育の世界になっていけばいいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、リー先生も何か一言ありますか？そうですね、結構なかなか難しい質問ですけれども、ですね、やっぱりなんか教育なんですから、人情味のあるなんか研究分野、もうちょっと人間性が見えてくるような研究が増えたら嬉しいなと思いますね。なんでかな、その本当に研究 の手法、お作法、研究のための研究じゃなくて、本当にその教育 の本質のところを問いかけるような、あるいは人間性のところとかね、成長のところを本当に反省的に考えるとかいうような実践と結びつけてほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、一言では解決することじゃなくていろんな悩みとかですね、それこそ人情じゃなんですけど、いろんなことの中で進んでいくというか、動いていくということじゃないかと思います。はい、今回のこの本が そういうなんていうの、これからの一層、発展という言い方はいいか分かりませんけども、より元気な、より活発になっていくといいますか、そういうことに役立てれば、出版社としても大変嬉しく思います。はい。